はい、皆さん、こんにちは。先日ですね、3月9日ですが、佐川急便の配達員の方がですね、コロナウイルスに感染したというニュースがありました。もう、これだけ広まってしまうとですね、誰が感染してもおかしくないんですが、社会インフラを担う物流会社から感染者が出たということはですね、まあ、社会というか、一般の方々の生活に影響、まあ、これが大きいんじゃないかなと思います。佐川急便によるとですね、 男性は宅配協力会社の配達員で60歳代の方、佐川急便の社員ではないようです。おそらくですね、個人で経営貨物の免許を取られて、佐川急便の仕事をやられている方じゃないかなと思います。佐川急便だけではありませんが、大手ではですね、結構こういう形を取られているところが多いです。今回ですね、この佐川急便の営業所が取られた対応はですね、こんな風に発表されています。1、 当該営業所の業務を一旦停止し、業務のスペース、トラックなどの消毒作業を実施した後、業務を再開します。当該営業所の周廃業務に遅れが出る可能性がございます。2、社内の濃厚接触者と思われる従業員を特定し、一時自宅待機を指示しております。また、濃厚接触者と思われるお客様の調査を実施し、所轄保健所の指示に従います。3、 当該営業所の従業員にはマスクの着用の義務化、出社時の検温、また手洗い、うがい、アルコール、消毒液などの感染予防防止対策を徹底します。とのことです。まあ、今現在ですね、業務を再開されています。これだけでもすごく大変だったと思いますし、まあ、今後も大変だと思います。ここでのポイントはですね、一定期間営業所を停止しなかったということです。 あくまでも私個人の意見ですが、まあ、考えうる全ての対応を行った上でですね、営業停止の期間をできるだけ少なくする。 今現在の社会情勢を考えると、この対応が最善じゃなかったのかなと思います。もちろんですね、万全を期すためにしばらくの間、営業停止した方がいいという方もいらっしゃると思いますが、もし今回、最大手の一角である佐川急便が長期の営業停止をした場合、まあ、仮にですね、同じような時間が起こってしまうと、同じ対応を取らなくてはいけません。 ま感染がですね、どこまで広がるかわかりませんが、重要な社会インフラを長期間止めてしまうま、そういった事例が全国で散発してしまうと、社会自体がですね、完全に麻痺してしまいます。3ヶ月前の12月の話ですが、人手不足が深刻な物流業界、12月の繁忙期にはですね、荷物が指定通りに届かないという問題がありました。これはですね、物流業界、12月が忙しいと、 そういったことはですね、もう分かってたんです。それでもですね、やはり対応ができないというのが現実でした。それに比べてこのコロナの問題、もしですね、感染者が出てしまうと、長期の営業停止、まあ2週間ぐらい、まあ、これが当たり前になってしまうとですね、 配送が滞るところの騒ぎじゃありません。まあ、不要不急の商品であればですね、意図して、場合によってはですね、必ずこの日に到着しないと大変なことになる。まあ、そういった商品もたくさんありますし、もちろん個人のお客さんだけじゃなくてですね、企業間での商品の配送の場合にはさらに深刻になる場合もあります。そもそも2週間も営業が止まってしまったら倒産してしまう運送屋さん、たくさんあります。まあ、特に中小の運送屋さん。 2週間分の売り上げがなくなる。これだけでも十分やばいんですが、普通の運送屋さんであればですね、荷主さん、企業と契約を結んでいます。当然、毎日なのか不定期なのかですね、常に仕事をもらっています。それが突然、明日から荷物を運べませんとなってしまうと、当然、荷主さん困ってしまいますし、新しい運送業者を探すことになります。そうするとですね、仮に再開できたとしても、仕事がなく倒産ということになってしまいます。 物流が止まってしまうと、想定外のことがたくさん起こってしまいます。例えば今回、実際に起きたトイレットペーパーの買い占めの問題です。これはですね、実際在庫は十分にあり、なおかつテレビ等でですね、しっかりとアナウンスしてたんですが、それでも買い占めは解消しませんでした。頭の中ではですね、理解できたとしても、やはり実際に店頭に並んでないという状況になれば、どうしても買ってしまいます。こういったようにですね、デマが現実になってしまうこともあり得ます。 今週の13日金曜日には緊急事態宣言の発令が可能になる特措法が成立します。もしですね、発令されたとして物流業界に大きな縛りが入ったとすれば、経済だけではなく一般市民の方の生活にも大きな影響があるのは確実です。まあ、コロナの問題が解決するのがベストなんですが、まあ、解決の着地点はですね、2パターンしかないと思います。SARS-MARS のように完全に収束させる。 もしくはですね、まあ、一定の方が亡くなったり、重症化するといったことを受け入れてですね、通常のインフルエンザ同様に扱う。まあ、これはですね、武漢の惨状を見てしまうと、通常のインフルエンザとは違うんじゃないかなと思うんで、まあ、いずれにしてもですね、長い時間、最低でも数ヶ月はかかってしまいます。まあ、我々ができることとしてはですね、まあ、物流業者だけじゃなく、通常の企業もそうなんですけども、もう今は 感染対策に最新の注意を払う、もうそれしかないと思います。大変な時代ですが、まあ、ここを何とか乗り越えていきましょう。ご視聴ありがとうございました。